こんにちは、こんばんは、富士そばロリータです。好きな食べ物はチョコレートとカヌレです。今日の夜、富士そば品川店へ行ってきたんですが、すごいことになってました。見てください。完全に居酒屋、これ居酒屋です。品川店が居酒屋化していました。アルコールメニューとおつまみが充実していました。おつまみは右から各種天ぷら、コロッケ、カレーがけ、ほうれん草卵とじ、カツ煮、紅生姜天卵とじ、野菜天ぷら卵とじとありました。私はお酒は飲まないので、紅生姜卵とじをそばに乗せようかななんて考えながらニヤニヤしていました。確かにですね、夜品川店行くと、あのエクストラ席、ここですね、ここが結構な確率でサラリーマンの宴会会場になっているんですよ。なんでそのサラリーマンをターゲットにしたメニューなんだと思います。ぜひ皆さんも品川店でお酒飲んでみてくださいね。私も機会があれば品川店のエクストラ席で宴会をしたいと思います。